標識。オーストラリアの街で発生する異常です。速度を落とさずにカンガルーの標識を通り越すと運転手は意識を失い、停止後カンガルーが出現、車を強奪していきます。盗難車は解体され、生活空間を作るのに使われていました。